乃木坂46の山下美月が27日放送のショールームの番組、乃木曜日に出演。桜坂46の山下冬月とのエピソードを披露した。乃木坂46山下美月、桜坂46山下冬月に熱烈ラブコール、配信中にファンから山下冬月についてどう思う、というコメントが寄せられた美月。冬月とは、この間初めて会いました、と言い、でも私入った時からずっとマネージャーさんに、喋りたい喋りたい、連絡先教えてくださいよ、ってすごい言ってて。と冬月が加入した当初からラブコールを送っていたと告白した。続けて、冬月が初選抜となったセブンスシングル、承認欲求のテレビ初披露について、すごいかっこよかったです、と感想を伝えたと言い、その後、結構良いチョコレートのパンをあげました、と初対面時のエピソードを披露した。乃木坂46山下美月&桜坂46山下冬月の交流にファン歓喜。美月と冬月は、名前が一文字違いであることから、冬月の加入当初からファンの間でも話題に。そんな二人のエピソードにファンからは、二人の絡み見たい最高の世界線、エピソード可愛い、チョコのパンあげたの面白すぎる、といった反響が多数寄せられている。